LGL チャレンジャーシリーズ2017サマースプリットウィーク2クレストゲーミング VS ハーモニクスゲーミングの未放送試合になります。さあまずはドラフトから見ていきましょう。ブルーサイドが CG、 レッドサイドが HXG ハーモニクスゲーミングです。 まずはナップ選手が出てきているとそこですよね。そしてそうですね、今回、まあ、クレストゲーミングはバン枠がないの で、ペナルティとして全てのバン枠が没収となっていますのでバンをすることはできません。まあ、となると逆にハーモニクスも難しいかもしれませんね。そうですね、かなり、まあ、OP と言われているチャンピオンが残ってしまうのでそれをどのようにうまく自分たちが使いたいものを残せるかというところが大事になってきますよね。ターゲットバンではなくその OP チャンピオン、いわゆるメタに対するバンになるとすれば今何が挙げられるんでしょうか。そうですね、今、まあ、メタって言われるチャンピオンで言いますと、まあ、今バンされたケイトリン、そして、まあ、ザク、まあ、この今2つがかなり強力ですよね。それあとは、まあ、残っているのであればタリアと、そしてコウキ、あとはそうですねエリス、そしてレクサイですかね。まあ、2体突出した中で、まあ、その他は、まあ、取れるかもしれないというようなピックですよね。なので今回かなり残ってしまうのでまあ、どのように残していくかですよね。ただザクを残すとハチャメチャ選手もかなりパフォーマンス良かったのでなかなか残すというのは難しいですよね。まあ、加えて彼ああいうエンゲージするチャンピオン得意ですから。そうなんですよね。なのでザクというチャンピオンはバンした方がいいと思うんですがかなり悩んでますね。あと彼結構ダメージ出すのが好きだっていう話があるので、昔確かファーストのジャングルアイテムを AP にするザクいましたよね。あのルーエクルーに結構にするそうですそうですいましたね。あれどうかなと思うんですけれどいやさすがにないと思いますけどね。ダメですか。今ザックの Q スキルが HP の、 その割合のダメージがありますのでできるだけシーターハルクの方がいいかなと。そうですか。なんかすいませんでした。さあ続いてのハーモニクスゲーミングの番はオラフです。これはナップ選手のターゲット番ですよね。そうですね、やはりここは抑えておかなければならないというのが苦しいところでしょうね。ただここで、まあ、ザクを残すのであれば、まあ、アルプス選手の後期タムケンチ、タムケンチですか、クース選手が得意としてるというのは考えられますがちょっともったいないかなと思うんですけど。そうですね、もしくは自分たちのボットレーンから何か作っていきたいのか。例えばですけれどもマニモはアッシュといったエンゲージができるスキルを持ったチャンピオンが得意ですから、でタムケンチはそのカウンターになりますからそこを、まあ、嫌ったのかもしれませんがそれならばフェイズ2でもという気もするんですが、まあ、ザックが余ったとですよね。そして、いただきますと、まあ、それに対しての回答が、まあ、バルスというチャンピオンを出すのはちょっとザヤであったりブラウムであったりカウンターで当てられる可能性が高いのでまだ見せない方がいいと思うんですけど、おそらくここでグラガスかスレッシュを取らないとザックに対してのカウンタープレーというものがなくなってしまうので。そうですね、スレッシュを抑えます。バルスとスレッシュを取っていくのはハーモニクスゲーミングです。ただここでスレッシュを取ることによってそのカウンターのブラウムであったり、まあ、キルゲームにするために、まあ、ブリッツクランクであったりを取られてしまうのでちょっとバンピックのところでかなり難しくなっているのかなと。さあクレストゲーミングはブラームを選択、しっかりとそのスレッシュに対しての、まあ、カウンターと言われるチャンピオンを持ってきます。そしてさらにはコウキ、アルプスの得意チャンピオンです。いやおそらくここ本来であればあるならばアルプス選手のミッドチャンピオンが見えているのでコウキというコウキではなく、ナップ選手の番をしたいはずなんですけど、おそらくバン枠の問題で AD キャリーかトップどちらかが確実に残ってしまうんですよね。そうなった時の回答としてはかなり難しくなってますよね。さあハーモニクス、そんな中で最後に取ったジャングルのチャンピオンはエリスです。おそらく、まあ、ボットレーンから作っていきたいのかなというのは見えますよね。そうですね、スレッシュのフックからであったり、まあ、もしくはエリスのコクンからであったりの CC チェインでキルをと絡め取っていくというのは考えられますが、おアッシュ相手が相手が AD キャリーから作れるようなコースをやはり潰していきますね。となると最後はザヤですかね。ザヤだと思いますが、まあ、バルスであるならばチンを、まあ、キル狙っていくというのは十分に可能ですので、まあ、ただ
すでに敵に、まあ敵といいますと、まあ、クレストゲーミングにすでにエンゲージ要素というのはかなりあるので、まあ、ここでわざわざ足をバーンするよりは先にザヤをバーンしても良かったかなとは思いますが。なるほど。さあこの後のラストバーンハーモニクスはどうなるのかが注目になります。フィオラ、あまりナプ選手がフィオラ使うという印象ありますか。そうですね、彼非常にそのスプリットプッシャータイプ、いわゆるもう 1V1 でゴリゴリに勝って押し続けるんですけれども、ただファイタータイプではない印象が強いですよね。どちらかというと、まあ、セミタンクと言われるようなチャンピオンの方が多いですね。まあ、オラフであったり、まあ、トランドル、今だとあのブルーザーって言われるようなチャンピオンですかね。少し硬い、その上で1対1が強い、そういうチャンピオンですよね。もし、まあ、ここでトランドルが出てきたら面白いんですけどねまあ彼の得意中の得意チャンピオンですね、まあ、ちょうど1年前の CS を沸かせた彼の得意チャンピオンはトランドルでした。ナプといえばトランドルといったところありますからね。その中でハーモニクス、まずはシンドラから抑えていきました。おっと、もう使えるですか。いや、おお、使えるという回答のようです。練習してきたんですね。ナプのカミールですか。ちょっと想像できないですね。かなり楽しみですよねそしてザヤ、やはりですね、エンゲージ対しのかなり強いですかね。そしてマニモ選手が使うシンドラのアルティメット見てからアルティメット使えばダメージ無効化できますから、まあ、やはりザヤの番というのは必須だったかなと思いますね。ただこれトップレーン先に見えましたから、今だとジャックスなんかを当てたりっていうのをよく聞きますけれど、そうですね、トップレーンのカミールのカウンターであるならばジャックスであったり、まあジャーバン4は厳しいかな、まあ、ジャックスという回答が一番、まあ、ベタですね、まあ、ジャーバンであれば、まあ、トリニティフォースできるまでは勝てるみたいな話もあったりしますよね。ただ集団戦の時にうまくアルティメットを使われてしまうと決戦場であったり使えなくなってしまうので、まあ、少し難しいのかなと。集団戦の立ち回りがかなり難しくなってしまいますね。そんな中でレネクトンを取っていきましたハーモニクス。これでお互いの構成が出揃ったと。クレストゲーミングはまあキャッチで、アルプス選手のサイドロームであったり、まあ、ナプ選手のキャッチであったり、ハタメちゃん選手の、エンゲージであったり、まあ、できることはかなり多いんですが、そこに対して、ザヤというチャンピオンをピックしたということで、まあ、ピールが必要ではそこまでなくなるので、かなり自由に動ける構成になっているのかなと。それに対してハーモニクスゲーミングはエリスとシンドラからゲームを作っていかないと難しいですよね。難しい。ボットにブラームが見えているので、ブラームにすべて盾をで防がれてしまうとキルを狙っていくのは難しい。そうなると、まあ、シンドラとエリスのコンビから作っていかなければ、まあ、ゲームを勝ちに導くのは難しいかなと。まあ、だからこそこうスレッシュが出てきたらブラーム当てるというカウンタープレイがあるわけですよね。そうなんですよね。なるほど。それでは見ていきましょう。クレストゲーミングバスハーモニクスゲーミングの未放送試合になります。サモナーズリフトへようこそ。さあレベル1の動きです。このハチャメチャの使っているザック、この低レベル帯にプレッシャーかけることができればというような気もしますが、まあ、大概暴れてるんですよね結果的には。そうですよね。たとえザクというチャンピオンであってもカウンタージャングル始めてしまうので、まあハチャメチャですからなかなか予測できませんよね。ただここに対してどうしよう、エリスならばプレッシャーかけられるような気もするんですが、ただエリスが、雲の状態になったときに Q 当てられると小雲とぶつけられるんですよね。あ、確かになかなか、まあ、もしヒューマン状態で当たり合うことができれば、勝てるかなとは思うんですが、まあ、ただそれよりもやはりポリープに求められるのは今回眼空ということになるんでしょうか。ザクというチャンピオンは低レベル時の、まあ、眼空といったところで少しまあ難しい、ダメージが足りないといったところで難しい場面もあるので、それでしたらポリープ選手のエリスの方がやはりダメージが出るので、ポリープ選手が序盤から作っていかなければ難しいのかなと。逆にクレストゲーミングとしては序盤の展開どうなるんでしょう。おそらくボットレーンをパッシブに動かしつつ、まあ、アルプス選手 そのフィジカルであったり、ナップ選手 このちょっとまだ分からないんですけどフィジカルであったりを利用して、まあ、トップレーンサイドから中心に進めていくのかなとは思いますね。さあハチャメチャはレッドからのスタート、そしてポリープはラプターからのスタートでジャングル回っています。この後お互いがどこにプレッシャーをかけに行くのか、さらに言えば、まあ、ポリープレベル3で一体どこにガンクに行くのかというのがこの試合序盤の注目点になりそうです。そ
ちょっと珍しいですね。レッドバフからスタートするというのは最近やはりラプタースタートというのが主流ですから。レッドからスタートするとどういう利点があるんでしょう。ザクというチャンピオンはレッドバフをやるのをそこまで得意としてないんですよね。なのでまずレッドバフの、まあ、狩る時間を、まあ、短縮しているということが狙いだとは思うんですが、まあ、範囲ダメージばかりしか持っていませんから単体が苦手だということですよね。そうですね、まあ、ブルーバフも同じように単体なんですが、ブルーバフは、AP ダメージに対して少しダメージが増加するようになっているのでどこまで狩るのは難しくないんですよね。レッドだけこう時間かかってしまうんですよね。なのでおそらくボットレーンの2人に手伝ってもらってレッドバフの狩る時間を短縮してレベルを6にすぐしたいのかなと、まあ、加えて言うとなんていうこのポリープの、まあ、今カウンターに入っていますからここの動きを防ぎたいのかなと。ただやはりエレクトン強いですね。まあここは逆に言えばアルミクとしては必ず差をつけたい、そういうレーンですよね。カミールというチャンピオン最序盤はダメージを出すのがかなり難しいので、そうなるとこの段階でできるだけ差を作っておかなければ、まあ、後半後々きつくなってくると思うんですが、だからナプ仕掛けますね。いやさあなんと有利を作ろうとしているぞこのナプという男。レネクトンというチャンピオンを全てのスキルを使ってしまった後であれば、序盤であるならばクールダウンがそこまで短くはないので仕掛けることは可能なんですが、アグレッシブ。そしてその動きにこうしようとはちゃめちゃが動いている後ろを取ってますよ。すでにこの時間からガンクを始めようとするんですね。さあワードに移っていません。トップレーンの仕掛け、さあはちゃめちゃがアルミキを捕まえた。ただちょっとやはりダメージ足りませんよね。そうですね。そして加えて言えばスライムパッチで捕まえられる2体目の対象がいませんから引き寄せる動きはできませんでした。ここはアルミクフラッシュも使わずに対応することができました。ただ HP が減らされたことによって、テレポートを使用しての戻りになるとは思うんですが、これファーストアイテム少し面白いですね。アルミク、そうですね、ドランズブレードを積んでますね。剣と盾を持ってますがこのビルドって何が意図して狙いなんでしょう。ドランリングであったりドランブレードであったりドランシールド、この3つのアイテムは序盤においてかなり強力なアイテムではあるんですよね。理由としては、まあ、HP が上がるんですよね。まず第一にとなると、まあ、ドランブレードを積むことによってダメージを上げ、そして HP を上げつつも、まあ、戦闘能力の向上ですかね。単純なその代わりどこにも派生できないアイテムですよね。そして売却時の、金額も安いと。だ かなりこのアルミキが今この序盤のレーニングでどれだけ、まあ、重要視しているかということが現れている、そう言えると思いますね。そして加えてとポリープもここにガンクを刺したいと狙っています。さあナプをおびき寄せる動きができるかどうか、レベル1差ついているのはナプ。ただここすでにコラプトポーションもなく HP が 5割近くに減らされてしまったので一度リコールをするという判断になったのでうまくできませんでしたね。さあそしてジャングルの中ではポリープとハチャメチャが出会っています。トップレーンにナプはテレポートを使用した状況か。ボットレンドの 2V にお互いにダメージのトレードになっていますが、クーもう一度これからスキルをさせればというところですが、テレッテがランタンで回収します。うまくスタンを回避しましたね。そしてポリープもう一度トップレーンへ、なんとかこのトップレーンでキルを生み出したい。レネトン自体が対象指定のスタンを持っているので合わせるというのは、まあ、容易ではあるんですが、立ち位置がかなりナプ後ろ目ですから狙えないですね。あとはアルミック選手が少しハラスをしすぎたかなと、その結果押してしまったということでしょうか。そうなんですよね。ハラスをするためには Q スキル、そして E スキルをミニオンに当てないといけない。そうなると、ミニオンのヘルス差というもので、プッシュレーンになってしまうんですよね。ここで一度全てを押し込めるのでこのあとレーンが戻ってくるでしょうか。ただその時間を待っているというのはもったいないので、すで、にポリープ選手はボットレーンサイドに移動している。切り替えましたね。そして加えているのであればミッドレーンのクラルスがもうレベル6になっていますから、この2人で作り上げるのはレベル6からの時間帯可能だという話でした。ここを狙いにするというのもいいんじゃないでしょうか。そうですね。できるのであればレベル6の前にフラッシュを落とさせているというのが、まあ、ベストなんですけど、すでにヘクストリンカーが完成しているのでスタンが当たったとしても、まあ、クレンズで解除され、そしてアルティメットを使ったとしても防がれてしまう。加えて言うと2人とも、シンドラもエリスも魔法ダメージなのでちょっと難しそうですね。できるならばミッドレーンに最序盤に有利を作
る方が良かったんですが、少し狙いがずれていますね。トップレーンに眼光させなかったこと、加えて言えばはちゃめちゃの眼科一度刺さってアルミが、まあ、リコールさせられてしまったことをここに響いているようです。本来であるならば、アルミス選手がテレポートを使用しての、その戻る、そのトップレーンの戻る動きであったらば、このレベル差も生まれなかったとは思うんですが、そうですね、1レベル丸々というわけではありませんが、実感っていうとかなり時間帯こうレベル差がついた状況で練習を行わなければならない、そういう状況になっていますから、アルミク少し辛いです。このテレポートを使わなかったということで有利、テレポートの有利は、ハーモニクスゲーミングサイトにあるので、それをうまく利用して、まあ、ボットレーンであったりミッドレーンにうまく眼光させたらいいのですが、まあ、ボットレーンになればレベル6から可能なのかなという気もします。サポートのサモナースペルのイグナイトを選択しているのはテレッテです。 CC 自体は豊富なので、まあ、うまくボットレーンに眼光を刺すことができればまた形は変わってくるのかなと。ただこう CG のボットレーンそこまで無理をしてプッシュしないんですよね。そうなんですよね、彼らはできるだけパッシブに動くというのがまあ特徴でもあるんですが、それでもまあもし CS を負けてしまってもうわ、さあクーを捕まえる動きでしたがさばき切りました。そしてイグナイトがダウンです。まあ、このようにパッシブに動いていることによってキルが発生しない、そしてそうなるとアルプス選手とナプ選手のフィジカル、ハタミタ選手のカウンタージャングルによる敵ジャングルに近い、敵ジャングルの位置の確保、そうなるとボットレーンで作りたくても作れない、そしてミッドレーンとトップレーンはじわじわと首を絞められていくような感覚に陥っていく。まあ、今のテレッテの仕掛けもまあどれだけブラームがカウンターだったというのはよくわかる動きでしたよね。なかなか切るまで繋がらないんですよね。捕まえた盾を張ります。味方のところに W で戻りますと、あと W が全てなんですよね。自分たちのフィールドに引き込んだにもかかわらず戻っていってしまうと、うまくあの W を、プレイで打ち落とすことができれば、まあ、切るというのは十分狙えるんですけど、まあ、かなり、まあ、モーション早いですからね。かなり出が早いんですよね。さあその間にクラウドドレイク獲得はハーモニクスです。クラウドドレイクを確保できて足が、クラウドドレイクは足が速くなる、まあ、無名指定が上がるので、まあ、これをうまく利用してポニプ先生がうまく眼光させたらといったところなんですが、ただ見てください、ジャングルの CS サラス58対38、加えて今はちゃめちゃ相手のジャングルの、クルーグ食べてましたからね。トップサイドにすでにワードを2つ出せてるんですよね。さあじわじわとこのハチャメチャのファームが進んでいます。すでにレベルは7です。アルティメット持っている状況か、ただここで1手打とうとしているのはハーモニクス。トップレーンのスワップの動きです。ナップ選手を止められないという判断というのもあって、おそらくトップレーンに、スワップをしたと思うんですが、これは何を狙っているんでしょう。タワーになるんでしょうか。純粋にタワーを狙っていると思いますね。ただナップ下がらないんですね。さらにはハチャメチャも寄ろうとしていますか。加えて言うとアルプスミッドレーンからはハーモニクスも寄る動きを見せている状況か。まずはリバーの中での戦い、ハチャメチャがクラルスを捕まえて、さあ引き寄せた、ポリープを捕まえたぞ。アルティメットを使用してポリープはこれうまくピットの中に逃げてはいます。キルには繋がっていない。ボットレーンからやってきた CG、 まずはクーが氷河の烈骨が時間を稼ぎます。アルミコンフラッシングから狙いに行く、なんとかキルが欲しい。ここで決めていくのはマニモ、やはりエンゲージはこの男に任せておけば問題ない。ファーストブラッド獲得ハーモニクス。いやー、マニモ選手素晴らしいフラッシュアルティメットでしたね。あれによってキルが発生して、多分おそらくここからミッドタワーの CG おそらく割り切ることはできないと思いますが、半分以上削れれば。おお、素晴らしい、ハチャメチャを打ち落とした。ミニオンのウェーブクリアすらできなかった。さらに言うとアルプスにフッカしっかり当たってる。デレッテが見せるぞ。さあただトップレーンからやってきたナップがヘクセカルティメイトを使って時間を作っている。ポリパタワーダイブをしながら1キル獲得しようとしましたが、ここは届かなかった。さあキルとしては 1-1 のトレード。さらにはナップがここでもう一度アプローチをかけに行く。ただここにはアルミク、さらにはミッドレーンのクラルスがうまくスキルを当てています。さあお互いに睨み合いが続く。なんとかタワーを割りたいのはハーモニクス、そして守りたいのはクレストゲーミング。ただ人数差を作ったその動きからミッドのファーストタワー獲得はハーモニクスです。ずっとイオン選手がボットを押していたというのもあるんですが、まあ、これはうまくハーモニクスゲーミング CC チェインであったりキャッチであったりつなげましたね。いやーよくぞ
ミッドレーンまで粘りましたね。少し追いすぎなのかなと思ったんですけど、そうですね、そこからうまく、まあ、マニモ選手のキャッチから始まり、そしてはちゃめちゃ選手のぶっ飛びスライムをテレッテ選手が打ち落とし、そこをキャッチして、まあ、パッシブまで落とした上にキルまで持っていくというのはかなりプラスの動きになりますよね。今こう全員での動きでしたけど、やはり光ったのはこのボットレーンの2人ですよね。このボットレーンの2人がミッドレーンのキルを2つ生み出したと言っても過言ではないですよね。加えて言うとタワーへのアプローチを生み出したのは先ほどもおっしゃってくれましたテレッテナのフレイですよね。あの打ち落としによってミニオンが消せなかったというのもあるんですけど、はちゃめちゃ選手が落とされてしまったんですよね。いやー、 AD キャリーだけではなく味方のミニオンも守りますか、テレッテサポートの鏡ですねさあ今の動きから、ただグローバルゴールドはそこまでついていません。13分という状況下、400ゴールドの有利を作っているのはハーモニクスです。ただミッドのタワーが割れたというのは非常に大きいですよね。グローバルゴールドさん、おそらくイオン選手が、ボットレーンのタワーを先に割っていたことによってファーストブラッドのタワーボーナスだとは思うんですが、それでもうまく作ってきますね。ここからあとはこの自分たちの視界が取れる状況下からどこまでハーモニクスが、ゲームメイクできるかどうかです。そうですね、ミッドレーンのタワーが折られていることによってすでに CG は失っているので、おー、熱戦だ。さすがシンドラ特有ですね。いやあれ結構理不尽ですよねさあブルーセンチネル盗みましたクラリス。こうなると後期というチャンピオンだとウェーブクリアがシンドラに対して追いつかなくなるので、プッシュの主導権というのはクラレス選手に行きますよね。サイドへのロームというのも難しくなりそうです。さあとったらこのトップレーナー同士の 1v1 仕掛けているのはナブ、味方が余力が間に合いそうにありません。さらにはトップレーンでの集団戦、これはマニモがイオンに捕まった、テレッテ助けようとランタンを差し伸ばしましたが拾うことはできませんでした。1キル獲得イオン、すでにフラッシュがなかったんで、おそらくミニオンに W、グラムがミニオンに W を使ってからのアルティメットスキルでキャッチされてしまいましたね。あのトップのファーストタワー横のあのコントロールワードによっておそらくはちゃめちゃのエンゲージ見えませんでしたかね。ちょっとすでにレベル9なのでぶっ飛びスライムの射程が長いので気づくのが難しいですよね。まあ、チャージに時間はかかりますが見られていなければ問題ないですから、これがザクというチャンピオンの強さの一つでもありますよね。さあそしてそのまま人数差を生かしてトップのレーンに指示をかけに行くのは CG、 ただトップボットレーンに2人集まる形でナップのいたボットのファーストタワー破壊に成功したのはハーモニクス。そこからダメージを叩き込んで落としに行きますが行きますが、なんということだこの男やはりとんでもない、あの状況下から生き残った、キルを取られる、そんなバカなナフ選手確実にキルを取られたと思ったんですけど、いいスキルが間に合って、あ、逃げ切ったなと思ったら逆に仕掛けていったんですよね。なんというかナップいつもこのギリギリで生き残る動きが多いんですよね。いや、アルプス選手が寄ってきていたとしてもあそこで死なないという判断ができるというのが、いやー、やはり見せてくれますよね今の、ま、ただ、ま、タワーは割れました。タワーを破壊することができます。ただこれはトレードになりましたか。いや、トップのタワーまだ守れてますね。おそらくタワーのトップのタワー、いやー、もう残っていません体力が。こうなると守りきるというのは難しい。そしてマニモ選手がすでに狙われている。いやー、素晴らしいアルティメット。さあ汚れの連鎖でイオンを止めたことによってキルは防ぐことができました。ただトップのタワー破壊はクレストゲーミング。そこから夜動きです。これはテレポートでアルミクがやってきているぞ。さあエンゲージを狙いに行きたいがスライムパンチに捕まっている。はちゃめちゃのこれはプレッシャーがかかっている状況下からイオンフェザーストーンを使ってうまく逃げ切りましたが、クーはしっかりとテレッテが捕まえている。そこから1キル取っていくのはアルミクだ。さらにはポリープがプレッシャーをかけていたのでこれ以上前に出ることはできませんでした。そしてクーも囲い込んでいます。選手のアルティメットがなかったのでエンゲージというところを、まあ、少し警戒しなかったということもあるんですけど、よりますねさあハーモニクスチームの連携から1キル獲得。ただここにナップがやってきてもう一度集団戦になります。さあテレッテここにやってきている。はちゃめちゃを捕まえた。テレッテのスキル精度が光る。ここも当てている。さあパッシブ発動だが逃げられないでしょう。最後はマニモのキル。からテレッテ選手の動き素晴らしいですね。デイワンさん、元チームメイトとしてどうですか。成長度合いがちょっ
っと想像できてないですねこれは。今期の CS 特にスレッシュを使った時のテレって素晴らしいですね。いやアグレッシブさもそうなんですがスキル精度というところでかなり仕上げてきてますよね。さあ今の動きからハーモニクスリフトヘラルドの獲得にも至りました。これは全てのファーストタワーを破壊しているというのもあるのでどこかセカンドタワーにアプローチをかけていく、もしくはまずはドラゴンの確保からといったところになると思うんですが、いやこの時間にすでに5キル獲得していてタワー2本の獲得、あ2本しか割れてないですね、全てのタワーではなかったですね。そうですね、今2本ですね。ミッドレーンのタワーがファーストタワーがなんとか残っている状況、ただこれこのアプローチで割れてしまうかもしれません。アルプスが接触してますよ。すでにかなり削れていたのもあったので守りきることはできなかったんですが、さあこれでファーストタワーが全てお互いにですかね、もう1本残ってますか。あトップですね、クレストゲーミングのトップのタワーが残っています。ただここでマニモ選手がトップにいるということはジャングル、ジャングルではなく、ドラゴンというところを分け渡すということですよね。タワーを優先するようです。そうなるならば全員というよりは、まあ、アルミック選手、まあ、もしくはクラウル選手でミッドをプッシュしながら4人でトップにアプローチをかけリフトヘラルドを召喚しセカンドまで狙っていくという動きがおそらく重要になると思うんですが、それができるかどうかですね。これではただのトレードになりますよ。少し遅いですね。さ今破壊しましたがすでにマウンテンドレイクは獲得しています。そしてボットレーンを押し込む動きができているのはクレストゲーミング。ここで今リフトヘラルドをボットに召喚しています。あトップに召喚しています。この時間同じゴールドに見えるんですがこのタワーダメージといった点ではおそらくハーモニクスリングが高いとは思うんですよ。なのでもっとプレッシャーをかけてもいいと思うんですが、さあどうする。リフトヘラルドの体力がまだ十分にありますよ。さあこれうまくプレッシャーを使ってトップのセカンドタワーまで2本破壊することができました。ハーモニクスしっかりと割り切ることができましたね。こうなると、トップレーンの、まあ、視界コントロールであったりが楽になるのでバロンが湧いた時の、まあ、視界管理といったところが楽になるんですよね。さあグローバルゴールド、ただそれでもやはりクレストゲーミング離されませんね。600から500ゴールド差でハーモニクスの後を追いかけ続けます。しっかりと、ファームをしているというのもあってなかなか差はできていませんよね。イオンの CS 差がかなりのものですね。38から39ですね。差としてはまあ30なのでかなりゴールドとしては近づいているのかなと、まあ、マニもキルは取っていますからエンディキャリー同士の差はそこまでないのかもしれません。これはテレッテ選手のスレッシュがかなりプレッシャーになりますよね。先ほどからの動きを見ると今ここも視界のコントロール、バロンに向かっての視界のコントロールをハーモニクス広げていきます。これはもうかなりバロン意識してますがまだ20分ですけれど、ただバロンをやるというのは難しいのでベイトになるとは思うんですよね。待ってるのでプレッシャーをかけるだけかけてと、はい、ここのキャッチマニモそしてクラルス、この2人さらにはテレッテで狙ってますよ。さあケガルの連鎖、ここはアルプスにうまく当てることはできなかった。さらにはクーはここのタイミングを使って捕まえに行きます。そしてアルプスとハチャメチャの2人がマニモにプレッシャーをかけていく。ただここはテレッテが守ります。ただ自身は耐え切ることができなかった。そしてハーモニクスはバラバラになってしまった状況下からアルミキュー参戦していますがもう前線が崩壊してしまっているのでマニモがダメージを出すことができない。そこに対してナップがとんでもないダメージを与えている。ヘクステックアルティメイタムから1キル獲得。さあただクラレスうまく戦ってはいましたがここでアルプスのランページコール、アルミキュも取り残される形になりました。ポリーブバロンに向かって雲の糸からうまく逃げてはいるんですがナップが追いかけ続けて、なんとこの集団戦エース獲得はクレストゲーミング。もしハタメタ選手が残っているナップ選手フー選手、タンクそしてファイターが残っているのでバロンができてしまうんですよね。先ほどの集団戦ハーモニクスゲーミングは1人をキャッチしてから始めるというのがベストだったんですがそれをうまくできずマニモ選手がキャッチされてしまうという形になってしまいなおかつクラル選手が分断されてしまうダメージを出すことができなかったのでそれの影響もあって集団戦惜しいところまでは行ったんですが負けてしまいましたね。今こう仕掛けるタイミングで、まあ、仮にアルプスが捕まえられなかったとしても5人全員が揃っていれば問題なかったのかなと。そうですね、うまく逃げる方向を合わせられればよかったんですが
まあ、先にアルプスがプレッシャーをかけてマニモが切り離されてしまいましたからね。全員で同じところに下がるというのがこのゲーム基本でもあるので、そのあたりを詰めていかないと、まあ、難しいですね。この敵、この集団性構成に対しては。ああいう時ってやっぱりこうチームの連携としては、仮に下がりづらかった方向だとしてもやはり合わせなければならない。そうですね、そもそもは、まあ、うまく逃げられない方向にはいかないというのが、またしてもスタン、さらにはフックからハチャメチャを捕まえました。さあキルを取り切ることにできそうです。1キル取り切りました。それに対してナップが行動を移していましたが、逆に絡め取ってやろうというのはハーモニスの面々。アルミがスタンを間に合わせている。シャトラ、そしてまたしてもフックを当てているのはテレッテラ。さあ 3V5 の状況か。ただ体力が残り少ないので、ここは一度バックの判断をします。いやー、バロンを持っていたので、できるならばトップレーンにプレッシャーをかけていきたかったんですが、それでもワーディングをしに来ることを先に予測しての、セットアップ、そしてそれをしっかりと決めることによってバロンの時間を無駄にさせているというのはハーモニスゲーミング側の狙いがしっかりとできていますね。さあ、相手のバロンの時間をうまくくじいていきました。ハーモニクス、うまくこのバロンの時間を利用してゴールド差をさらにつけたかったはずなのですが、いやー、フック当てますね。当てますね。あそこまで当てられるとやはり前に出るのが徐々に難しくなるんですよね。なんて言うんでしょうね、元スカーズのサポートはこうスレッシュが上手くなるみたいな系譜でもあるんでしょうか。そうですね、メイもかなりスレッシュが上手く、カズも、まあ、元からスレッシュが上手いというのもあるんですが、なんなんでしょうね、憧れですかね、何かの。なんなんでしょうね何かスレッシュの魅力に取りつかれるとは思うんですが、まあでも元々チームに同じ、まあ、上手いプレーがいたというところで、まあコツであったりそういうのが共有っていうのもあるのかもしれませんね。刺激になっているということですかね。さあその上で24分です。またしても捕まえている。ハチャメチャフラッシュワールド、コクンから絡め取って魂のログ、ここはうまくかわしました。ハチャメチャ最後はぶっ飛びスライムで逃げ帰ることには成功しました。ただ体力の半分を持っていかれました。次のドラゴンが5秒で湧きます。このドラゴンファイトをどううまくするかですが、アルプス選手がパッケージ持ってるんですよね。こうなると近寄りづらいんですよね。さあ特注品持っています。アルプスがその状態でミッドレーンを押し込んでから合流する動き。おっと、ここで時間切れです。パッケージは時間が切れました。そしてドラゴンへ接触を図っているのはハーモニクスの面々。まだ人数差ができて、まだ人数合流できていない。そしてバックラインに飛び込んでいるのはハチャメチャな。ポリープはうまくコクンを当ててはいるんですが、もうアルプスとイオンのこの2人のダメージが止まらないぞ。後ろからアルニク合流して、一度アルプスを狙いに動きからシャットダウンを取ってくるマリオ。マリモのダメージがフリーだ、フリーで出ているんですが、それを上回るダメージを出していくのはイオン。いや、フェザーストームでダメージが出せなかったというのもあるんですけど、イオン選手がずっとフリーだったのが、奥にハチャメチャ選手が入ることによってハーモニスゲーミング陣形が崩され、そして前衛からアルプス選手とイオン選手から崩されていくという、これはクレストゲーミングが自分たちのチャンピオンの強みというのをうまく活かせていますね。やはりエンゲージできる距離がとてつもないですね。奥に入ることが容易なんですよね。すでにテレッテ選手が捕まっていたのでフレイで落とすことができない。そうなってしまったらハチャメチャ選手は容易に奥まで飛び込むことができますよね。加えて先ほどハチャメチャを捕まえようとした動きをテレッテ行っていたので、もう魂の牢獄がありませんでしたかね。そうですね、アルティメットがなかったというのもあってゾーニングが難しかったというのはありますよね。さあクラウドドレイ獲得はクレストゲーミングです。これで26分12秒の段階、グローバルゴールドでは5000ゴールド有利を作っているのはクレストゲーミングです。そしてバロンがもうしばらくすると湧くでしょうか。ここからはおそらく視界の確保から始まるとは思うんですが、バロンがそろそろ湧くことを考えると、まあ、トップサイドから徐々に視界を取っていくのかなと。お互い一度バードはまあ消えている時間ですね。あまりジャングルの中に互いに視界がありません。お互いにないことは分かりきっていると思うんですよね。ドラゴンをしていた後なので、ちょっとお互いに視界がないことは分かりきっているんですよ。なので、まあ、入っていってまずは視界の確保を、これはクレストゲーミングサイドが勝っているというのもあって優先権がありますよね。さあ押し込んで視界を取る動き、クレストゲーミングが行っていきます。トップレーナーのテレポートはお互いにある状況下です。アルミクがトップレーンへ、そしてナップはボットレーンをプッシュする判断をしています。
まだガーディアンエンジェルが完成していないのでうまくやれば、セデクの怒りからアルミクアルプスを狙いに行く気ですが、チームが間に合っていないぞ。そしてそこにテレポートで反応しているのはナブだ。ただそこに対して素晴らしいスタンを決めているのはクラルスですが、またしても捕まえて、いやー、レッツバウンス4人持っていかれた。そのままタワーダイブで狙いに行くのはクレストゲーミングの面々。ポリープ雲の糸からうまく逃げてはいますが、今フラッシュインまでして追いかけるぞ。早いですね。さあそして最後は俺が持つよとナップがポリープを追いかけ続けます。そしてその間にトップのセカンドタワー破壊をクレストゲーミング。いやー、とんでもないザックの強みが出てしまった。いや、はちゃめちゃ選手のレッツバウンス4人持っていくんですよねあれで確実に集団戦というところを壊されてしまいましたね。相手が集まる前に仕掛けるというハーモニクスの面白い作戦だったんですが、すでにイオン選手のダメージがもう止まらないですね。アルミク選手がタンクをしていたんですが、たった3発たった4発殴られただけで HP がもうすでに3割ほどになっていたんですよね。こう先ほどから相手のバックラインをまず壊しに行こうという動きをハーモニクスは続けているんですけど、できれば手前からの方がいいのかなというのは気もするんですけど、どうなんでしょう。そうですね、やはりナップ選手とアチャベチャ選手が奥に入ってくることによって、マニモ選手が何もできなくなってしまうんですよね。でクラル選手も同様にプレッシャーをかけられてしまうので、こう彼がやはりマニモがこうダメージを出せる状況かっていうのがハーモニクス大事なのかなと。そうですね、この時間になったのであればレネクトンのダメージというのは徐々に下がっていくので、まあ、まずはクラル選手とマニモ選手がダメージを出せる環境というのを作らなければ、まあ、集団戦勝つのは難しいのかなと。加えてそこに対してのクレストゲーミングの反応が早いので、先ほどから陣形がバラバラなんですよね。そうなんですよね。そしてハチャメチャ選手の飛び込む位置が毎回なんてパーフェクトなんですよね。そうですね、ここに来るかと、もうあそこに来てしまったのであれば、おっとこれはポリープ囲い込まれましたか。ただ雲の糸からうまく逃げます。さらにはランタン回収はテレッテ、ただそこに対してのエンゲージを狙っているのはナップですが、フレイで打ち落としている。テレッテ素晴らしいスキルの打ちなんですが、ここで捕まった。最後はイオンのスネアから1キル獲得、クレストゲーミング味方は守れたんですが、ここはナップ選手が来るのを把握しきれてなかったというのもあるんですけど、いやうまく捕まえますよね。さあそしてバロンを開始するのはクレストゲーミング。アルミクはボットレーンを3段、これはもうバロンは諦めています。さあバロン獲得、クレストゲーミング、これで1万1000ゴールドほどの有利を作っています。そうですね、やっぱり1つ目のバロン獲得時にうまく動けなかったというのもあるんですが、それでもクレストゲーミングのゲームを作る動きというのが輝いてますよね。途中から一気に加速しました。そしてエンゲージの判断が非常に早い。やはりそこははちゃめちゃ選手がいますから、まあ、彼がコールしているんでしょうね。そうだと思いますね。さあ見てください、ナップガーディアンエンジェルが完成していますよ。こうなるとうまくアルミク選手が倒したとしても、ガーディアンエンジェルの復活の時間の間にスキルが上がってしまう。そうなると勝つのはなかなか難しいですよね。さあ攻めてくるクレストゲーミング、ボットレーン、さらにはミッドレーンを押し込みにかかります。すでにソロレーナーのレベルが17ですか。アルプス、ナプ、この2人が17に達しています。アルティメットのレベルが3になっている状況。バロンもありますから、もうすでにハチャメチャ選手ビルドがかなり完成しているので、タワーのダメージというものをかなり無効化できるんですよね。さあぶっ飛びスライム用意している。パッケージはアルプス、身を守るような形で使いました。さあハチャメチャがエンゲージや、むしろゾーニングをするような動きから、ポットのインヒビター獲得はクレストゲーミング、うまくフックを当てたんですが仕掛けることはできませんでした。すでにタワーが割れてしまった後ですから、うまくバックラインではなく前衛から倒すことを意識すればまた形は変わるとは思うんですが、イオン選手のダメージがアルミクちょっと耐えられませんね。まだ防具としては忍者旅の次にこれガーゴイルストーンプレートを目指しているんだろうというビルドですが、まだ完成していません。完成すればかなりの時間とタンキングができるとは思うんですが、さあミニオンを跳ねのけながら時間を稼いでいますが、クレストゲーミングはゆっくりゆっくり押し上げればいい。
さあトップにはつばみが来ている。そしていや押し上げるだけではない、エンゲージの判断をしているが、素晴らしいフレイでまたしても打ち落としているのはテレッテラ。テレッテラスキルは光るが、その間にインフィニタタワーが割れてしまっている。クレストゲーミングが止まらない。さらにはハチャマチョのエンゲージもう一度持っていく。そのまま流れが止まらない。アルプスのダメージが常に出続けている。テレッテのフックは当たっていますが、ナブガーディアンエンジェルがあるんです。さあマリモのダメージを出そうと立ち回ってはいますが、ナブここでブリンクアウトでうまく逃げている。そしてトップのスーパーミニオンが到達している。バロンバフもまだ持っている状況か。そして最後のインヒビターが割れてしまった。そしてテレポートでナップは戻ってくるぞ。さあアルプスブリンクインから一瞬でマリオを刈り取る。テレッテの素晴らしいフックが当たっているんですが、すぐさまクレンズで対応している。そのまま盾を張りながらく。そしてレッツワンス、残った2人を捕まえていくのはハチャメチャだ。とんでもないエンゲージ、そのままネクサスを破壊して勝利したのはクレストゲーミングとなりました。